はい、ここはどこでしょうか。わかりますでしょうか、この交差点。ちょっと風が強いんで、この道ちょっと歩いていきたいんですけど、やめとこうかな。アラモアナセンターの中通って、ちょっと今日新築まで行きますかね。あ、言っちゃった。はい、ここはアラモアナセンターでした。マニアックですね、ここの場所。メイシーズの海側の駐車場か。アラモアナセンターメインのフロアの海側の駐車場、 あそこにアラモアナホテルが見えてますけど、今日はあちらじゃない、あの隣にできる、はい、マンダリンオリエンタルホテル、ホテルコンドではないんですけど、レジデンス、コンドミニアム、新築のご紹介ですね。珍しい、非常に珍しい新築のご紹介となってます。あそこの裏なんか新築建ってるね、クレーン建ってる。あれではないんですけど、あれがスカイアラモアナかな、ちょっと見えないですけどね、建ててますね。いや、建てるの早いね。隣がアズールアラモアナから、でそちらに、はい、パークレーンが見えてます。いや、ちょっと駐車場殺風景すぎるんで行きましょう。ここは風が交わせるはず。さあ皆さん、どこに行きたいですかね。ちょっとアラモアナセンターの今の様子って言っても、これは7月なんですけど、ちょっと見てみましょうかね。果たしてアップがいつなのかっていう感じですね。こちら駐車場穴場なんですけど、あまり人が来ないところに止めると、アメリカの場合は物が取られるのが怖いってことで注意しましょう。あ、下にフードコートありますんで行ってみましょうか。あれ、あんなとこにレストランあんの、初めて見ましたね。さあさあやってきました、メインフロア。あ、結構人がいてますね。急に人がいっぱい出てきたね。ちょっと一人で喋ってるのも恥ずかしいんで、下に行きましょうかね。そうそう、3連休なんですよね、今が独立記念日の3連休。はい、早送り終了。おー、阪急梅田みたいな歩く歩道があります。ちょっと行ってみましょう。多分下に行っても何もないですけどね。うーわ、下の駐車場になってきましたね。暗いね、ここの雰囲気。ちょっと明るくしたいね。あ、あそこに、そっか、ヴィンテージケーブっていう隠れ家的なレストランがありましたよね。今やってんのかな。ということで無駄にまた登ってきますね。あ、アッサージオっていうレストランがここにあります。市役所、出張所がこんなとこにありますね。思いきやこっちはレストランなんですね。ヒマラヤンキッチン、ブックオフか。ごま系ですね、めちゃめちゃ繁盛してる。ここの担々麺めちゃめちゃ美味しい。久しぶりにやってきましたけど、フードコートにぎわってるな。今何時、今が、そっか、お昼ですね。あー、いっぱいですね。ちょっとまた早送りします。金屋さんの隣にチックフィレー、おなじみ
LA 編でおなじみチックフィレイがやってきますね。うわー、ハワイ初出店、しかも隣がステーキ鉄平。いや、いいね、この通り。でその隣がバリオっていう私の大好きなお店が3軒並んでるっていう最高のシチュエーション。果たしてこのチャンネルは不動産チャンネルなんでしょうか。ちょっと物件の方に向かいますね。ここからちょっと早送りしようかな。はい、ということでフードコートを抜け出しました。人が多すぎや、ちょっと空気悪かったね。お、なんかやってますね。いや、平和な週末ですね。間もなく新築の、まだ建ってないんで場所だけちょっとご紹介しますね。スヌーピーショップみたいにできてるね。全くわからないんですけど、スヌーピーに関しては。こう好きな方はここぜひ要チェックね。スヌーピーに、こっちはアメ屋さん、イッツシュガーってめちゃめちゃ大きい箱でアメだけを売ってるっていう、すごいね。こちらはスヌーピー、スヌーピー広いなあ。あ、ここまでスヌーピーショップ、何があるんでしょう。果たして最近子供用の遊ぶ場所が増えてますね、各ショッピングセンターに。え、隣はオレオ。この辺ちょっと子供にはたまんないと思いきや、ここはワイルドウィングス、イエーイ。スポーツバーがあります。大人の楽しむ場所もちゃんとあります。でターゲットでワンアラモアナ紹介しましたね、何回も。でアラモアナホテルが見えてまして、あの隣ですね、左にちらっと緑の屋根見えてますけど、あれがコンベンションセンターかな。あの向かいに、マンダリンができるっていうことで、一応そこまで歩こうかな。どうしようかな、やめとくかな。さあどっち。その後モデルルームの方をご紹介します。新築のモデルルーム、そこで今回のお話を聞くってことで。で、あとそうですね、この近くの超素敵なレストランもご紹介します。今からが本番となります。わ、駐車場いっぱいやね。あの辺までちょっとワープします。さあやってきました。あちらからワープしてきましたけど、この先に駅ができる予定だったんです。終点、鉄道の終点ができる予定だったんですけど、果たして来るのかどうか。ワンアラモアナがありまして、アラモアナセンター、メイシーズ駐車場、ここの駐車場にもしかしたらパークレーンの2棟目が立つみたいなことを言われてますけどね。我々新築中古全ての物件扱いますから、興味ある方はお問い合わせください。お、あちらにウォーターフロント見えてますね。ご紹介しましたね。あそこでジーノさん泊まってもらったな。でこれがアラモアナホテル、何度も紹介してますけど、壁の色が変わってる。もともとはこちらの白色でしたね。あ、風が強い、すいません、音がもしかしたら飛んでるかもですけど。でこちらの道ですよね、コンベンションセンター見えてますけど、あの奥左手に、マンダリンホテルができるっていうことで、ちょっとその建築現場まで行ってみましょうかね。歩くか、頑張って。はい、そこからやってきました。こちらが建築現場です。あそこがコンベンションセンター、あそこからすぐ歩いて10秒のこの場所、こちらがアラモアナホテル。ああ、綺麗なお花。
そう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 、アラモアのホテルコンドから撮影したこの敷地の動画が残ってるかも。そちらご覧ください。上からの様子です。オープンしたてなんですね。そうそうそう、オープンしたてですね、この辺のロビーとかこの機械にか分からんけど、改装ちょうどして今から観光客戻ってきてるんで。なるほどね。でその奥に見えてる空き地、はい、そこがオリエンタルホテルが建つかも。今販売中やけど、その販売状況次第、ハワイの場合はお金集まれば建つって感じ。かな。なんだ、怖い？全然怖くないです。どっちかというと僕の方が怖い。いや、場所はいいですね。さあ、次のシーンに飛びます。果たしてどんな説明が聞けますでしょうか。はい、シャンパンです。フェスか。専用のエレベーターがあるってことで。はい、陽介。またまたです。わあ、すごい景色。すごいやろな、入り替えの上にこんなレストランがあったんですね。皆さんはゲーテ見ましたでしょうか。あのゲーテにアリーが乗る。ナミいいやん今日。はい、到着です。ペントハウスよりまだ上ない。いや、サンセット絶対綺麗よ。多分7時ぐらいちゃうかな。今6時か。うーわ、え、ちょっと待って、ペスカでも特別な席じゃないですかこれ。うわ、超豪華。すげー、すごー、VIP だ。ここは男同士で来るとこちゃうよね。あ、ビール来てますね。すごい、この素晴らしいハワイの景色。メンズで、はい、乾杯。ありがとうございます。たまに。うわ、すごいの来たよ。うわ、ビューティフルロブスター。僕の親指よりでかいです、エビが。親指がちっちゃいだけじゃん。違う、多分こっちがでかい。こっちの方が、はい、でかいです。ロブスターとカワイシュリンプなのかな。かなり大きいですね。カワイシュリンプ大きくないですか。でもで、ここにオイスターで、アヒですね、これ刺身、赤身で、奥にカニさんがいます。そこか。そこは入ってるかな。入ってないんちゃう。いや、ここが僕好きなんですよ。え、マジでごつろえが、ごつろえ。いや、すごいな、五香が刺してるアラモアナビーチ。散歩超気持ち。この時間ホテルから歩いてとことこ行って散歩して、ここの公園でサンセット見たら超素敵よね。夜はちょっと暗くなるんで、夕方サンセット見たらとことこショッピングセンターに帰ってちょっとブラブラしたり戻るみたいな。でかっ、アンカットの状態で。ちょっと大きさ表現して。これは、まあ、僕今の全カットします。親指ちゃうの、さっきの。うわうわうわ、ビーフタルタル。 Is everything okay here?
Yeah, looks good. アメリカ生 OK。 陽介食べるよね、ライバル。うわ、うまそう。うん、レアがいい。うまそう。いや、フォーク多すぎやん、ないと。これでいこう。うわー、これ乗せるの、乗せるよね。陸のマグロです。陸のマグロ、めちゃめちゃ美味しい。うまっ。うまいっすよね。カヌーで超気持ちよさそうやん。なんなんこれ、なんでこの座り方してんの、男同士で。こんな空間もあんねん、すごい。うーわー、ここで結婚式あげれるんや、すごい。でも今日は男同士で来てます。ここのバーからやったらバッチリサンセットが見れる。ちょっと幅がやばいね、ちょっとタイトすぎるよね。こんだけ広いスペースでこの隙間スペースもうちょっとあと1メーターぐらい離れてないとおかしいよ、計算は。タブですね、タブ大きさちょっと表現してやっぱりそうかワイキキ工房そうか、起きた。ダックホーン、ホワイト、シャルドネ、ヨスケ、トライ。Tastes like wine. ちょっと面白かった今。Thank you. ルネッサンス。どこ行ったんルネッサンス。オレンジに輝くかもね、もうすぐしたら。綺麗、やっぱハワイやっぱこれよね。いや、たまにいてるの、それマニアックなんですよ。ちょっとマニアック系の人がいたな。結構レア。Okay, so we're gonna order already. Uni pasta. Can make it two and share. And aqua pasta. The aqua pasta. You would have to select the fish to kind of do the different preparations. So yeah, if you guys want to do the aqua pasta style with that beautiful clams, calamari, alpers, caper, I would definitely recommend this itoyori right here. This is a beautiful Japanese fish. Itoyori. Yes, and this is going to be awesome aqua pasta style. This Dover sole is a really awesome one. It has more of a meat-like. It has a really nice white fish on it. It's a true Dover sole from, it's a true sole from England, found along the North Sea. Really awesome. This one we can do, I would recommend a Meunier style. So it's going to have a beautiful brown butter sauce. Meunier. Japan から来てるね。この魚たちは伊藤より、あ、タイスナッパ、タイパウンド35ドルとか、すげえ、これを調理してくれるって感じかな。うわ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 、でかロブスター、カニ、タイ系の白身の魚です、ね、うわー、この出汁がめちゃめちゃ美味しいの。あ、骨を取ってくれてる。多分骨取るのめっちゃ時間かかると思うよこれ。じゃあタイムラプスでお届けします。おできました。いや、ハワイで一番美味しいアクアパッツァ。このソース、タレめちゃめちゃ美味しい。また来た、ムニエル。うわー、ドーバー海峡のカレー。いただきます。
うわ、ムニエルソースをかけるってことか。あ、また骨取ってくれてる。うわ、絶対美味しいやん。はい、ウニパスタも来ました。2つガーリックライス。いやいや、お腹いっぱいになりますよこれ。めっちゃうまない。うん、めちゃくちゃタイの味が濃厚やね。濃厚。うわこれ、これ、これが食べたかったんよ。ほんまにうまいからね。ガーリックライス、香りがすごいね。このソースをかけると、まあ、全体的に魚とガーリックライスにもかける。これがめちゃめちゃ美味しい。めっちゃうまい。めっちゃ美味しそうっすね。わお、うまい、うまい。うん、ワイン入りました。Yeah, I like it. やっちゃう。ちょっと待って、そこまで受けへんかった。陽介、ちょっと今の笑いはちょっとあの心の底からの笑いではなかった。一回目良かったけど、でもアメリカンジョーク受けてほしいよね、もうちょっと。その今のアップでしたね、すいません。いや、ちゃうね、陽介はいい。あ、僕は突っ込んだらよかったから。そうっすね、なんでやねんみたいな。彼女ドッカーン来たから、セカンドタイムとか言ったら、うん、忘れてんじゃん、1回目のパティシペート。おー、わお、ムニエオ。レモン職人よ、なんか彼イタリアからやってきましたみたいな感じ。え、あ、そうやんの。すげえ、さっきの彼がこうなった。Enjoy, Jack. Thank you. グラッチ。小さい子でグラッチって言った。Sauvignon Blanc。がっしりしながら食べ優しい。わあ、美味しい。うん。さあ、はい、ウニパスタ。Where the fire was burned, so along the wall, by the dining room, and also in the chapel, you can see the fireworks happening in front of the Hilton. It goes on around 8 o'clock p.m., and you can see the glow obviously from the sunset view as well, but 8 o'clock is when the fireworks go off.すごい、ヒルトンの花火が向こうの席とかからやったら見えるって。金曜日再開したんで多分最高ですね、ここ。あ、さっきの時間景色すごかったですけどね。こっから花火がご覧いただけるってことです。花火が多分この方向に上がるってことです。で、向こうの席からだと多分見えますね。でかっ。Thank you very much. お腹いっぱいです。あ、アイスも、ジェラート。実は夕方からこの前から食べてるからね。そうっすね、アフタヌーンティー行ってシャンパン飲んで、はい、がっつりあれうまかったもん。1時間前やさ、マンダリンオレンタル、うん、よかったよね。よかったですね、なんか新しい新感覚の。いや、あれほんまにええと思うわ。パークレーンにもない、ワードビレッジもない、なんか持ってるよね、うん、まあ、ソフト、サービス、人、これからの社会やっぱり人かね、うん、人が大事、そう、全てなんかやってくれるみたいな感じ、うん、っていうことで以上フェスカでした。いやー最高、マイクありがとうね、美味しかった。高澤さんもありがとうございます。景色でお別れします。いやめっちゃいいやん、この場所ほんま最高やわ。隠れ家的な感じでないよね、ハワイって。そういうこっそり来れるようなとこってないから。ワンフロア下がったところかなんかカラオケルームが。え、このフェスカの中に今も、
え、ちょっと待って、ペスカに実はうわこんな部屋がありましたね。隠れ家、完全隠れ家のバーとカラオケルーム、これが実は皆さんも使えます。こんなところ見たことありますか。やばいね、ペスカこんなとこあったんや。ジョイサウンドですよ。え、ジョイサウンドってことはめっちゃ日本語じゃないですか。日本の曲が多分何千曲って入ってんちゃう、これもしかして。いいな。え、ってか音響も絶対かっこいいですよ、音響。いや、こんなとこ絶対分かれへんよね、多分誰も知らない、はい、ペスカの下にこんな部屋があることは。やばいね、というお部屋もございます。なんていう空間ですか。ショールームに来ましたけど、こんな空間に、来ました。はい、マンダリンオリエンタルホノルルショールーム、多分この奥かな。どうも久しぶりです。突然来た。一緒にお願いします。いえ。最初からシャンパンでした。美味しい。わお。わお。Very nice。すごいね。These are celebrities that have endorsed. Oh. Lucy Liu. Wow. They stay months.At a time in the hotels, right? Because they travel a lot for acting or sports. あ、東京に。Yes. 世界中のマンダリンですね。バンコクとか。Hyde Park, they're selling over 200 million. London. 200 million? The penthouses. Penthouse. 200億以上か。レジデンスをやってると。わあ、こちらがマンダリンレジデンスホノルルです。ゲートウェイトゥハワイ。ゲートウェイトゥハワイ。ようこそハワイへってこと。うわ。そう。ああ、すごい。これがあそこにできるということですね。わお、すごいな。20th floor is the lobby.あ、ここがロビー。20th floor is lobby? Yes, look at this restaurant. Oh, high ceiling. Ah, なるほど。天井高くてレストランもここにあると。Is it facing the ocean? Facing the ocean. そうだね。コンベンションセンターが多分ここ。コンベンションセンター here. Yes, yes. Right. Mandarin Oriental has 25-26 Michelin stars. You have two pools, private.Movie theater, karaoke, golf simulators, video gaming, everything. So hotel room is only from here to here? From 10 to 20, half. 10 to 20. The other half is amenities. Amenities, like karaoke room. Oh, じゃあ、多分上がレジデンスかな、今回販売するとかな。Residences are up here. Ah, I see, やっぱり。How many units is in the one here? Six. Just six? From only six. Here to there? Mandarin Oriental has 99 residences and 125 hotel rooms. Mm-hmm. So it's much smaller. Yes. Okay. Lower density. So people can stay here too? Even they don't own the room, people can make a reservation?Only buyers can stay here. Yes, yes. ああ、じゃあ上はやっぱり買った人しか泊まれない、住めないってことか。完璧なレジデンスですね。ホテルコンドっていう感じではないか。They can be rented for not less than 90 days. Oh, I see. Because you don't want lots of people walking up here. Residential service by the hotel pool.Private residence pool. Oh, this is for residents? Yeah.
あ、じゃあこっちがホテル用でこっちが住民だけのプール。 This area is exclusive. All lands, yes, all that area, they have movie theater, golf simulator, karaoke. Karaoke. All private for residents.9階ここは住民だけ、こっちは多分ホテルのゲストが使えるんですけど、ここに映画館とかいろいろ、いいね。そうっすね、陽介そんな財力ないです。いや、まだ価格は分からんけど、これ欲しいよね。でも欲しいっすけど、欲しいよね。うわーわーって感じ、すごいですね。これが、This is a view from the room, maybe. 37階のペントハウス。あ、ダイヤモンドヘッド。すごい。わあ。あの場所からの景色ね。全部一望できます。アラモアナホテルが下に見えてるね。はい。Every buyer when they come, or guests like you,We offer them a tea experience. Every time. Yes. これ、これ本物じゃないですか。This is for real. So we have trained a local chef, a Mandarin Oriental chef, to every day bring fresh pastries. So when you bring your client, Ari, we welcome them to an experience. あの、興味ある方がもしいれば、こちらに来れば、こちらをいただけるってことですね。Are you sure? 100%. We receive guests every day. All right. Yes, from Japan. そう、ここはすでに販売始まってますね、実は。何部屋かも売れてます。これがだからモデルルームの実際のキッチン。ウォーターフォールのカウンターになってます。USB のケーブルも刺さると。いや、すごいね。高級なところはいろいろありますけど、ここもすごいね。うわ、ガスのコンロ、珍しいね。極地のコンロと、ガガノ。ガガノ。is from all European。European。Zero ガガノ。どうぞ。うわー、スムーズ、めちゃめちゃスムーズ。モルテニ、イタリア。イタリアの花。ジャパン loves モルテニ。Look。わお、ソフトクローズね、すごい。Everything from beginning, the whole cycle is created in Italy. So it doesn't go to China or another country for manufacturing for everything done in Italy.イタリアで作ったやつを持ってくる。直で、どこにも直で来てます。うわー、これがもしかしてフリッジ、サブゼロ、でかっ、大きい、サブゼロ、いや、すごい。ここ冷凍か。うわー、大きい、十分十分。でもこの人たち料理するかな。あんまり。あれ、ちょっと待って、下にあるタイプな。おお、自動で開くタイプね。ワインセラーか。It's going to have a full wine fridge. Does it change? We now have a full wine fridge. 実際はもっと大きいのが作るらしいですね。ゴミ箱も。すごい。まあでもただここの特色は多分サービス、ソフト面。ハードはあのいろいろ高級コンドってあるから、ハーバードヒルズとか。ここは多分ホテルやからコンシェルジュが全てやってくれるのよね。料理作る人もあんまいないやろうし、なんか旅行の予約とかももしかしたらこうコンシェルジュに言えばやってくれるみたいな、そういう何もしなくてもいいようなスタイルの多分レジデンスだね。ホテルレジデンスだからね。最高級だね。いや、すごい、この景色。多分キッチンかな、こんな感じなんかな。全然ふざけられへん雰囲気よね。行きます。うん。
おいしい。棒の棒のこれが何やったっけ、ここで作ってるシェフ呼んできて作ってんのよ、このお客さんのためだけに。あ、これがマンダリンか、すごいな。マーゴーカウンタートップスイタリアン。あ、さっきのね、キッチンね。わあ、すごい。モルテニファニチュー。モルテニのファニチュー。わあ、すごい。天蓋と、わバルコニーも広そう。ね、そうです。角部屋か。ワンフロア6室しかない。マンダリンって世界中に7つしかレジデンスがない、ね、ホテルはあるけどね結構、はい、うん、ここ買うと多分世界中のホテルで特典があると思う。You got those bathrooms, wet bathrooms. わあ、ビューバスやん。You still close the door, open showers. わあ、すごい。なかなかありそうでないよね、ハワイに。いやー、すごいな。最上階がまだもしかしたら残ってんちゃうかな。That's a 5,000 square feet penthouse. Four bedrooms. 5,000 square feet とか。Looking towards Diamond Head. 何部屋？ 1,2,3,4,5,6 部屋。ワンフロアに。で、コンベンションセンターって、あそこのビューが D1。広いな。8.3 から8.4。まあ、10億ぐらいかな。These two bedrooms are 1500 square feet overlooking Diamond Head. Everybody loves them. ここが一番小さいけど150スクエアフィート。景色は最高やろね、ダイヤモンドヘッドがやろね。価格がいいね。Some of them are still available. Those are from phase one. We have sold quite a few. This is also a two-bedroom same view, facing Diamond Head, slightly larger. ウォーキングクローゼットでか。普通に部屋になりますここ。いや確かに。And then you have another three-bedroom facing the ocean over here, corridor views. From the 6.5 million range. This one is almost all sold out. This is done. Well, because it's a two-bedroom, best price. ああ、結構売れてるらしいです。この間取りだと 3.6 から4ミリオン。3.6 ミリオンで一つだけ今残ってるみたい。And some Asian clients love this one because you have a view towards Diamond Head. Eva. あ、両方見れるか。And beautiful mountains.I see. Under 6 million, you have three bedrooms over 2,000 square feet. You have 6 million 以下で ocean views through here, some ocean views through here, and beautiful mountain views on all the streets. And you have a half a bathroom.すごい。とにかくガラスが多いから絶対景色いいよね。いやでもアマンとかのレジデンスに比べると安いよね。あれ、もしかしたらこれは購入したらついてくる特典、朝食が無料か。あ、到着したらアンバサダーが全てをコーディネートしてくれるって感じ。挨拶しに来てみたいな。エリートステータスがつくと。世界中のホテル、マンダリンね。いやすごいな。ここがさっきの間取りでいうとこの1号線、ね、1番やね。 D1 の南東の角部屋、ペントハウスフロアか。でもこの下でも絶対景色いいよね。うわー、でここのアミニティがすごいよね。カラオケルームだった気がする。あ、ゴルフシミュレーターとか、ゴルフシミュレーターとかあったよね。あって、しかもプライベートルームとかやっぱシェフがそのレストランから来るよね。でそのレストランもまあちょっと今言えないんですけど、すごいシェフが来るっていう。ミシュランも多分
いや、それが決まったらやばいよな、多分ここの人気が上がる。で、建築もほぼ決定で、ローン降りたんですね、ハワイから。だから日本のデベロッパーがこっちに出資して建てるっていうことだと思いますけど、2025年が完成？ちょっともう一回モデル見よっか。This is the ninth floor, this is the eighth floor, this is the spa. あ、スパがすごい、多分ハワイで見たことないような多分スパになると思う。マンダリン、ハワイってスパってどこって言われた時にないもん。ないですね。スパがどこがいいって聞かれたら、丸々フロアのほとんどみたいな感じだったもんね。ちょっとお見せできないの残念ですけど、スパが多分ハワイでナンバーワンになると思う。あ、ここや。そうだ、ここだ。ここがさっきのちょっとシークレット、まだ言えないんですけど、僕らは知らないんですけど、超一流シェフがここにやってくるってことですね。ここがプールで、このところに18席か20席ぐらいのレストランができて、予約が取れないから。でも住む方はプレビリッジがあるってことで、予約も通してくれるってことで、いや最高ですね、このプロジェクト。サービス付きっていうのがいいよね、価格も悪くないし。いや気に入ったね、陽介。これないよ。ないよね。いや、ここの土地を鹿島建設か、ハワイだと鹿島っていうらしいんですが、そこが持ってて、だこのプロジェクトにすごい関わってるってことね、うんうん、だから安心感あるよね。そうです、うん、建設する建設会社も親会社が鹿島って、そうハワイの、そうだから責任持って建てたいはず、うん、ここが今何の価値もない、あそこの見に行ったとこが何の価値もないところからここに化けたらすごいよね。でたまたまCOVIDコロナで途中止まりましたけど、今からこう本気でやるんじゃないですか。いや前までは立つかどうか分からなかったけど、結構これ現実味帯びてきたね。興味ある方はじゃあこちらまでお問い合わせくださいって。こういうアフタヌーンティープラス、これがいただけるかもです。あ、マリソさん。マリソじゃん。さあ今日は海行ってこうかな、あそこの海。あれは絵やった、写真や、あれ本物と思った。